ゆるっと始めてくれね。はい、こんばんは、山城と申します。さあ、ということでね、まあ今日お隣にまたキッシーさん来てもらってるわけでございますけど、どうもこんばんは。こんばんは。急に呼び出してごめんね。うん、いい。本当はね、明日撮影しようって言っとったんやけど、急遽ね、ちょっと今の時間にね、変えてもらってね、動画を撮り始めてます。まあ、時刻が11時10分ぐらいか。はい、ということでね、なんやこんな夜からね、何をしに行こうかというとですね、もうね、今回あの企画発表担当直入に行きます。うん、そうだ、満腹屋行こう。満腹屋。満腹屋ご存じない？あ、ご存じないです。あ、ご存じない。はい。うん、YouTuber 界隈では非常に有名なお店でして、あ、うん、岡崎にあるラーメン屋さんです。まあ、ちらっと話したことあるかなと思うけど、そう。で、なんでかっていうと、もうね、YouTube 見てる方はね、もう皆さんご存知だと思いますけど、あのお店。とにかくめちゃくちゃ混むんすわ。うちもね、実はお盆に岡崎行った時に食べようかなと思って行ってみたんやけど、もう、昼の3時とか2時の時間で2時間待ちとか。いわゆる土管さんの時間帯やな。うん、この時間帯やったらさすがにあれかなと思ったら全然ダメで。うん。うん、で、ただあそこ、ちょっといいことがあって、夜中の実は5時までやっとるんや。だから横綱みたいな感じ。はいはいはい。うん、で、深夜営業もやっとるから、深夜営業の時間帯やったら、で、しかも雨降っとるんや、今日。うんうん、やったらさすがにそんな混んでないんちゃうのと踏んで、この時間から行きます。なるほど。夜に食べるラーメンは美味しい、うん、いうことでね、はい、お腹をすかしてって言っとくけど、飯食ってきた、もしかして。はい、だよな、言うの忘れてたよな俺。つい1時間前に、うん、チキンタツタのポテト L セット食べちゃいました。うん、チキンタツタ。はい。いや、迷ったんやけど、うん、そうか、うん、ポテト L、あ、なんかもう重いなぁと思って。ポテト L 完食しちゃいますよ。うん、あっと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 。で、今回行くところね、満腹屋、もう満腹って名前もついとるぐらいだって分かると思うけど、うん、まあ結構ラーメン屋業界でもまあお腹が膨れるということでね、定評のあるところでございます。しかもそこがね、なんで今行きたかったかっていうと、期間限定で、トッピング祭りっていうのやつ、メガトッピング祭りっていうのをやってましてですね、うん、これ伊達店オンリーらしいんやけど、2店舗あって、うん、駅前の、日が丘の駅前にと、伊達の25パが、はい、国道沿いのところ、トヨタの方抜けてく、国道沿いのところにあって、そっちの方のお店では、メガトッピングっていう限定メニューを今や、期間限定でやっとって、うん、これのメガチャーシューってのがうまそうなんよ。まあまたちょっと後々画像を見ながらね、行ったらいいかなと思いますし、まあ、っていう感じでね、それがね、食べたいということでね、今から行ってきます。じゃあ今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。って言っとるけど、回ってくるとかだとね、そうか、食べに行くあれか、企画か。そう、いや、まあ夜食で、しかも、うん、じゃあ本当に下道の方がいいね。はい。いや、本当に、いやー、しまったな、しくじったな。まあただ岡崎まで下道で行っとったら多分小腹を空いてくるって。うん、小腹です、小腹で。ただ満腹屋だけ ね今から行くのは。うん、どうなの。まあYouTube ちらっと調べたら分かるけど、本当に満腹屋さんってすごいよ、数字持ってるところやから。だってすする TV でも一番再生されとるのが確か満腹屋ちゃうかな。2位が大岩亭ちゃう。ああ、そうか。そう、満腹屋大岩亭、キムサチが上位の方に入って、まあ、東海オンエアと、ね、オンエアさんとコラボしとった兼ね合いもあると思うけど、うん。だから2000万再生とか言ってたんじゃないかな。で、それこそ東海オンエアの動画でもよく出てくるから、まあ、それ、まあ、かそれでね、有名になってっていうところがあってね。うん。まあ、ラーメンの系統としては、いわゆる家系ラーメン。はい。
の系統に入るらしい。ああ、ほうれん草とか乗ってない。そうそう、乗ってる。うん。で今回はそのチャーシューの目がすげえ気になるって言っとるんやけど、実はほうれん草のチャーシューもあるらしい。ああ、ほうれん草のチャーシューってないやん。ほうれん草のチャーシュー逆に食べてみたいけど、あの、メガほうれん草とかっていうトッピングもあるらしい。ああ、うん、まあ、うちが絶対肉行くと思うんで。あ、じゃあメガほうれん草行きますか。ほうれん草行ってみる。ああ、うん。じゃあそんな感じで予定を立てながらね、はい、行こうと思うけど、うん、そうするとほぼ必然的にこの国一をずっとドライブする形か。あら、23号じゃなくて23号の方が早いか。早いけどな、早いけど、早いな。この時間どうやろうな。あ、でもこ、あ、この時間余計23号の方が早いか。うん、圧倒的に、圧倒的に早いな、うんうん、いやー、今ちょっと髪取ったから俺は、うん、うちも取った取ったから、うん、いやさすがに朝にいない4時起きやから、うん、ぶっ通しで生きる体力はもうない。でもあの繰り返し言うけど、おう、ポテト L 重たかった。あれあんなに 量あったかなと思って、あの株主優待券使うから、はいはい、あのね、好きなサイズ選べるんだよね。はいはいはい。でもポテト L サイズでいいですかって、うん、はいって言っちゃったから、うん、M でよかったなって。あ、そう、それかあの、うん、ナゲットでよかったなって。ああ、だってあの結構普段からバーガーは何個食ったの。チキンタツタだけど、でもチキンタツタももう、じゃあもうさ、うん、セットであのまずポテトを先に完食する派なのね。ああ、はい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 、ポテト全部食ってからバーガー食べるんだけど、はいはいはい、バーガーが最後きつかった。ああそう、うん、なんかもう冷めたポテト一番食べたくないから。ああ、まあそれもわからんでもないな、うん、だからポテトをなんか先に食べないとっていう。へえ、うん、うん、俺でも間で挟みながらやな。で、うん、あとうちの場合、この前はちょうどうちもチキンタツタ食ったよ初めて、うん、実は今まで食ったことなかった、うん、やけど、例のお寿司屋さんが、はい、実はチキンタツタめちゃくちゃ大好きで、チキンタツタを食わずして真っ向語るなどのえらい力説を塞いでしまったもんで、まあ試しに食べてみるかって言って、もう、食べた動画の方が先に上がっとると思うけど、もうあれ編集終わっとるで、うん、でその時は結局チキンタツタと新タツタと両方食べ比べして、でそこからハンバーガーに行こうか。あれポテトどうしたっけ。あの時はもう単品で頼んだんやったけな、うん、だからなんかチキンタツタがあんまり美味しく感じなかったよ。マジか。あの新タツタの方、新タツタの方を食べたんだけどね。ああ、はい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 。え、感想どうやった。うちはもう先に言っとるから、うん、どれぐらい感想一緒かどうか大きいか気になるけど、ちょっとソースが多くて臭い。ソース、あのタルタルソースやろ。ねえ、しかもね、崩れるし食べにくい。うん、崩れる。あのやっぱ紙袋のがいいね。ああ、はい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 。あのビッグマックのような紙箱はちょっとそうだ、ね、持ちにくいし、うん、手につくし、うん、なんかね、いまいち。そうだね。うちはほやで、多分似たようなところなんやけど、うん、あれを新タツタ食べるんやったら、うん、フィレオフィッシュでよくねと思った。あ、だってもう、ほぼほぼタルタルのソースを食べてる感じやったやん。うん、やったら、フィレオフィッシュでよくねっていう。ほぼほぼ味一緒やったやん。確かに、タルタル強いね。うん、で、あのフィレオフィッシュやったらゆるマックにしてプラス100円しても多分フィレオフィッシュの方が安いんよ、うんうん、やったらフィレオフィッシュでいい気がするなと思った。うちはやっぱあの、うん、牛のバーガーがやっぱマックはいいなってね、うん、そうだね、うん、そうだよね、正直やっぱそうなんだよな。今やってるのサムライマックが好きだね、やっぱ。サムライマックいいよね、食べ応えあるし、
でもサムライマックでそれこそあのポテト L サイズとかにしたらもう全然お腹いっぱいになっちゃうから。ああ、そうや、うん、まあどっちみちちょっとプレートが。それはでもあれだね、それぐらいの量で膨れるのか。結構お腹空かせていったんだけどね、カラオケ5時間も経って、ああ、うまくこれいくかと思って、うん、あ久々にあポテトうまいと思ったけども、うん、最後の方もしんどかった。俺もまあ小腹空いとったらそれぐらいでいいかなっていうぐらいの量やな。うん。だって一人でそれこそバーガー2個とポテ投げとかやったりするし、でバーガー2個もだいたいダブルチーズバーガーの夜マックとか、うん、そんな感じやからな。まあほやで1食あたりが1000円近くになってくるから1000円超えるとかになるんであれやけど、1人で ポテ投げの特大あの頼む時もある。お酒も800円です。まだ若いね、どうなんやろうな。若い頃と比べると空量減ったのは減ったけどね。あ、でも今またちょっと持ち直してきたかもしれない。体力仕事になっとるで、腹減るもんで。